こんばんは。今日は沖縄県の郷土料理マーミナーチャンプルを作ります。チャンプルとは沖縄弁で混ぜこぜにしたものという意味で、かつては島豆腐をベースにいろいろな食材を炒めた料理とされていましたが、昨今は豆腐を入れても入れなくてもいいようです。使う食材の名前が頭につくのが特徴で、例えばゴーヤを使うときはゴーヤチャンプル、キャベツを使うならタマナーチャンプル、そうめんを使うならそうみんチャンプル、今回はもやしを使うのでマーミナーチャンプルという名前になります。最初に木綿豆腐の水気をしっかりと切ります。ニラが余っていたのでこれも一口大に切ります。もやしはしっかりとひげ根を取ります。豚バラ肉を一口大に切ります。熱したサラダ油で豚バラ肉を炒めます。豚バラ肉の色が変わったら豆腐を手でちぎりながら加えて少し炒めて水分を飛ばします。豆腐の水分が飛んだらもやしを加えて30秒後くらいにニラを加えます。お塩と薄口醤油を加えて全体に絡めます。最後に黒胡椒をひいてピリッと引き締めたらマーミナーチャンプルーの完成です。ご視聴ありがとうございました。気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。